はいさーい、沖縄県水増芸人のカシスオレンジです。カシスオレンジです。今回はですね、沖縄県国頭村にあります道の駅ゆいゆい国頭にありますワーヤーさんに来ております。ワーヤーさん、今回のテーマがね、がっつり食べたい絶品丼ぶりということで。なるほど、はい、いやもうお腹空いてますから俺。空いてますね。いやじゃあもう早速食べようよ。早速行ってみましょう。行きましょう。ここでしか食べれないやつがありますんで。今回ご紹介するワーヤーさんは道の駅ゆいゆい国頭の敷地内にあります。道の駅ゆいゆい国頭は那覇空港から約2時間のところにあり、沖縄本島最北端の国頭村に位置する道の駅です。館内のお土産品コーナーでは国頭特産品のお土産はもちろんのこと、沖縄のお土産を代表するチンスコーなども取り揃えております。周辺の道路情報や観光情報も得られるヤンバルの食事休憩スポットです。ですね。お、消毒がある。しっかり消毒をして。あ、ここがメニューか。券売機。今日食べるのがこちら。はい。イノブタ丼。じゃあ早速注文しましょうか。注文は券売機で食券を購入します。はい、到着しました。はい、来ました。いや、すごいね、うん、これはもううまそうよ。確かにな、これは何ね。これが、あの、ここでしか食べられないイノブタ丼。卵付き。卵付き。で、お前、何頼んでるお前。これも、あの、隠れイノブタ丼。いや、隠れイノブタ丼じゃないよ、これ。お前、どう考えてもこれ、そばだろ。いや、わからんよ、そば。野菜そばだろ、これ。そば入ってるかわからん、まず。違う違う、そば麺見えてないけど、確かに。これはイノブタ、野菜そば。じゃあ今日のテーマわかる、テーマ。わかる、絶品丼ぶりだろ。うん、何してる。絶品丼ぶりの前に、お腹空いてた。すいません、趣旨ずれてます。早速俺から食べますよ、はい、じゃあ。卵割る瞬間から。君割るタイプなんだろ。いや、割るだろ、それは割るだろお前。で、これですよ。で、この卵を絡めて、で、こう、わかる？わかるよ。ちょっと下手くそだな。いいね。はい、OK。ああ、ごめんごめん。鑑賞用じゃないよ。じゃあいいですか、早速。いただきますよ。いただきます。中にはね、あの、玉ねぎ、そして、ネギ、で、ご飯、イノブタが入ってるんですよ。見てわかるわ、お前。あ、見てわかる。イノブタって、あの、結構なんか脂っこいのかなと思ったら、結構赤身も多くて、そしてその程よいこの脂身というか、全然このきつくない。卵の感じは、卵割と重くないし、でまたこの卵の黄身がね、いいこのバランスを整えてる感じ。うまくマッチしてる。マッチしてます。イノブタはイノシシと豚の交配によって生まれました。一般の豚がおよそ半年ほどの出荷に対し、イノブタはおよそ1年8ヶ月ほどかかるので大量生産ができず希少なんですよ。イノブタ肉にはコレステロール値を下げるリノール酸が多く含まれていて、赤身肉には美肌、疲労回復に役立つと言われているビタミン B1、B2 が豊富で、さらに貧血の予防に効く鉄分やカルシウムなどのミネラルがたっぷり含まれています。どんどん食べて食べて。家かお前。こちら見てください、イノブタ野菜そば。こんなに、ここの人はなんか麺入れ忘れてるとかないもんね。ちょ、麺忘れてるわけないだろ。こっからもう入れきれんからね。これあれですよ、大盛りとかじゃないからね。普通盛りでこれ、普通盛りでこれぐらいだから。じゃあいただきます。うん、このね、さっきも言ったよ、あの、野菜のスパイシーの感じがそのままスープに染み込んでてね、スープもめちゃくちゃうまいな。いいですね、野菜の感じも。だしは何だしなんですかこれ。
出汁は。出汁はね、豚だし。イノブタだし。もうイノブタ、どんやしこれ。そう、ちゃちゃちゃ、どんではないってことだから。いや、美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございます。美味しかったです。いやー、宮里美津子さんが、はい、これ作ってくれたんですよね。そうです。イノブタ丼。そうです。なんかイノブタ丼って、普通のなんか豚との違いみたいな、なんかあるんですか？あの、なんていうかな、普通の豚肉だと脂身が多いんですけど、うん、イノブタ自体は赤身が強いので、はい、なんていうか、コレステロールも軽減されるし、うん、脂が苦手な豚がちょっと、はい、脂どうしてからちょっと切れやすさという人にも、イノブタは赤身が強いから食べやすいと、カロリーも低いと。イノブタはさ、もう44年くらいこだわってるわけ、主人が。あ、宮里さんの主人がイノブタにこだわってるの。ほら、食べたさね、はい、イノブタ、イノブタ食べたらまたイノブタが出てくるという感じで、私はスープもイノブタ肉のスープとってます。はい、あの冷凍してから煮込んでください。これをしたら、これエキスが真っ白な、うん、でこれを取ってから冷凍焼きをして、これに普通出しとったものに加えてからの出汁なんですよ。だから味は少しやっぱり美味しいです。いや、美味しかったです、本当に。ありがとうございました。NHK の朝ドラ「ちむどんどん」の舞台となり、注目が集まるやんばる地域。やんばる地域12市町村で採れた特産品を使用した12種類の丼、ちむどんどん丼の中の一つとしてイノブタ丼があるんですよ。北部に訪れた際には、道の駅ゆいゆい国神で買い物をして、ワーヤーさんにイノブタ丼を食べに来てください。以上、カシスオレンジでした。